東京オリンピックの日本代表メンバーが出揃ったというね、ことで今のこう現状ではもうベストのメンバーではないかなというぐらい、これでも監督になってスタメン決めていいってなったらすげえ面白いだろうね、これね。はい、皆さんこんにちは、高橋さむりのひさちゃんです。今日もですね、はい、リモートでやっていきたいと思います。東京オリンピックの日本代表メンバーが出揃ったというね、ことで昨日ね、東京オリンピックに向けてなんか稲葉監督がね、メンバーを発表しながら強い、なんだろう、意志みたいなのも感じましたし、やってやるぞっていうようななんかね、気持ちがすごくひしひしと伝わりましたね。ね、まあ自信もね、もちろんなんかあるメンバーをこう選出したっていうような感じですし、もちろんね、経験ある人、経験ない人もね、選ばれてますけど、今のこう現状ではもうベストのメンバーではないかなっていうぐらいいいメンバーをね、選出されたのかなっていうふうに思いますね。うん、特に久美さんが注目してる選手とかいらっしゃいますか？注目選手はね、やっぱりね、多分こう短期決戦だと打つよりピッチャーの方がすごく重要視されるのかなっていうふうに思うね。特にやっぱりリリーバー、やっぱりブルペンスタッフがすごくキーポイントになってくると思う。特にね、7、8、9を投げるようなピッチャーだよね。だそれ考えたら、ね、西武の平、ね、選手なんか投手なんかもやっぱり33試合か4試合、ね、開幕から無失点続けてるから、まあ、この、ね、いい勢いをこう、ね、持続しながら、また、ね、このオリンピックなんかまた違った緊張感の中で投げれるった時にどういうピッチングをするのかっていうのも、ね、すごく重要だと思うし、今のところどうなんだろう、クローザーでやるのかな。だからね、クローザー経験者もやっぱり安明も選ばれてるし、平、栗林、そうだね、この若い2人がね、すごくキーポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに思うし、もしかしたら先発ピッチャーでも選ばれてるけどね、山本、オリックスの山本由伸なんかもリリーフに、ね、入る可能性もあるし、青柳もね、もしかしたらリリーバーで行くかもしれないし、先発陣もリリーバーもね、すごくいいピッチングスタッフなんじゃないかなっていうふうに思う。ね、誰がクローザーやるのかな、まあ、これ日替わりなのかな、その時によってかもしれないね。なんかね、まあ、先発ピッチャーはね、多分菅野、マー君、どうだろうな、森下、大野と、まあ、この4人ぐらいで回していくのかなって感じがするな。ちょっとこれね、どういう先発陣のスタッフを使うのかっていうのもまたね、魅力もあるし、まあ、もちろんね、立山コーチとね、稲葉監督がいろいろ話し合いながら決めていくのかなっていうふうに思うから楽しみだね、すごくね。野手陣いかがですか？野手陣ね、まあね、もう少し長打打てるホームランバッターをこうなんかもっと起用するのかなと思ったけど、逆に岡本とかね、あれは選ばれなかったんだっていうような感じ。でもそうか、ホームラン打てる人いっぱいいるか、岡本だけじゃなく、まあね、この辺もやっぱりうまくこういいバランスのもとね、守れる人とね、もちろん長打打てる人、それこそね、チャンスメイクできるようなバッターもいっぱいいるしね、右左両方ともね、こうバランスよく取れた、内野手外野手なのかなっていうふうに思うから、まあ、特に注目していきたいのは村上かな。ね、あれやっぱりアメリカのピッチャーたちね、アメリカでこう経験してるようなピッチャーたちが多分多少出てくると思うんだよね。だからそこに対してどういうバッティングをあれだけのホームラン打てるのかっていうのもね、一つのキーポイントになってくるし、彼はやっぱりホームラン打つことによって多分チームのね、雰囲気とかもガラッと変えられると思うバッターの一人だと思うんだよね。平良と21歳で一番若い選手だからね、なんかこう勢いを乗れるようなバッティングをしてくれたらやっぱり面白いだろうしね。楽しみだね。この内野手のメンバーでポジションってどうなるか、いやもうこれ多分菊池は多分セカンドこれ外せないと思うんだよね。守備をね見たらやっぱり菊池でしょ。セカンドサードファースト誰なんだろうね。ファーストがもしかしたら山田哲人かもしれないね。か浅村さんか、ね、うん、でサードに村上浅村どっちかじゃない。これピッチャーによって左右変えていくのかもしれないし。あ、そういうことですか。うん、でショートはもう隼人でしょ。でもやっぱり村上使ってほしいな。サードファーストどっちかでリーチっていう可能性も。あ、そうだね、いろいろ守備のこと考えたら村上がリーチになるのかな。でもサードで使ってほしいな。外野手でもね、リーチになって
バカバカ打つそうな選手いっぱいいるしね。そうそうたるメンバーです。まあこれ今やっぱり日本でねプレーしてる人のやっぱりベストのメンバーが選ばれてるなっていう。これでも監督になってスタメン決めていいってなったらすげえ面白いだろうねこれね。まあ調子いい悪い日もねもちろんあると思うけど、ちょっと勝手にこれスタメン今度決めよう。久々のジャパン。ね、やっぱりどういう風にねこう扱っていくのかっていうのも、こんだけやっぱりすごいねピッチャーが揃ってて、やっぱりねどういう風にどういうところで、使っていくのかっていうのもすごく重要なポイントになってくるだろうし、これをどうやってまとめていくのかっていうのもねすごく重要なポイントになってくると思うから、やっぱりねもうこう短期決戦でこう痺れるところでやるときってチームがこう一丸となっていかないとね、あのなかなか勝つことができないから、気を配りながらねコーチの人たちもやんないといけないし、いろいろ手助けしながらね選手のサポートもしていかないといけないし、まあ面白くなるなっていう感じですよね、うん、でもやっぱり野球であのちょっと残念なのが6チームしか出ないっていうのが残念かなっていうふうに思うんだよね。であれね、そこそ力のあるドミニカとかキューバ、今ねキューバの野球がすごくね低迷してるっていうのかな、っていうのはメジャーの方にこう引っこ抜かれていっちゃうんだよね。亡命してどんどんメジャーのいい契約をそれこそ15歳とか16歳でどんどん亡命して、ねアメリカの方に行ってやってる選手が多いから、もちろんねあの今日本でもまあ、馴染みのあるやっぱり DeNA でやったグリエルなんかも自分は亡命しないって言ってたけど、結局亡命してね兄弟揃って亡命してあのね今いいすごくいい成績を出してるし、そういう考えるとキューバの今いい選手がどんどんいなくなっていって、残ってるメンバーとか日本に来てるメンバーとかがでこうなんだチーム編成してるから、あんまりこうなんか突出したような昔のようなキューバの力は今ないんじゃないかなっていうふうに思うんだね。あとドミニカもねやっぱりねそうなんだけど、やっぱメジャーの選手が多すぎるんだよね。メジャーリーガーはオリンピックは出れないっていうね契約もあるから、だからそこはねドミニカもすごくいるメンバーでやるとメジャー級の、あのバッターだったりピッチャーはね出てこれないから、まあそれだけの戦力はないのかなっていうふうに思うんだよね。だからまあそう考えたらアメリカってすごいなっていうふうに思うのはね、それだけメジャーリーガーがいなくてもこういうとこに出てこれるっていうのはやっぱり野球人口が多いっていうのもあるし、それプラスレベルの高い選手が多いのかなっていうふうに思うんだよね。やっぱりそれでいうとドミニカのキューバ、プエルトリコ、オランダ、よく言ったら WBC とかで上がってきてるようなチームが時々出てないっていう時です。そうだね。で難しいところあるよね。夏場のシーズン中に一番大事な時ぐらいにあのやっぱオリンピックがあるっていうのもすごくちょっと残念なところもあると思うんだよね。まあねメキシコもね頑張ったねっていう感じはするね。メキシコもやっぱり野球サッカーはやっぱり多分ねメキシコのなんだろう中ではすごく大きな二大スポーツって言われてると思うから、メキシコもやっぱり力はあると思うね。やっぱり一番気になるのは韓国かな。永遠のライバルっていうような感じもね、今までこう WBC なんかもそうだし見てると、まあ僕らがねアマチュアの時も韓国ってすごくね、ちょっとライバル心むき出しにこうね戦ってたあのチームだから、すごくねもちろんレベルの高い選手も多いし、でもそこのねもちろんレギュラークラスはすごくレベルの高い選手はいるんだけど、その下だよねやっぱりね、層がやっぱりそんなにねあの厚くないから、まあナショナルチーム的には強いけど、でも韓国のリーグで言ったら多分そんなにレベル自体はもう日本より高くないというふうに思ってるから、だからあの控えの選手たちをこう出すような状況になってくればどんどんね多分あの韓国のレベルが下がっていくから、すごく勝つチャンスはもうすごくあるんですね。はい、ということでですね、今日は東京ねオリンピックの侍メンバーをですね少しお話しさせていただきました。まあねやっぱり稲葉監督が言ったようにね、もう金を必ず取るんだっていうね強い気持ちで多分ね、みんなこう侍ジャパンのユニフォームを着ると思うんでね、ぜひ金メダルを取った時はですねみんなで乾杯したいなというふうに思います。はい、ということで、チャンネル登録とコメント、あとね、高評価のいいね、もう絶対金メダル取るでしょうみたいな話ね、ことがあったらぜひいいねを押してください。ということで本日もありがとうございました。バイバイ。